しくお願いします。日本大学の長田さやかです。フェリス女学院大学の藤田由紀です、うん、はい、今回は情報を提供してくださったカー特派員の代わりに、うん、中華街にあるジュラックさんを取材してきました。それではこちらをご覧ください。今日は美味しい中華菓子があるということで横浜中華街にやってきました。はい、夏休みということもあって本当にすごい人です。はい、はい、でその中華街屋さんはこの大通りではなく裏通りにあるということで早速行ってみたいと思います。裏がうまいんだろうな。前輪門からほど近くにある中華菓子専門店ジュラク。こんにちは。あ、中華菓子がいっぱいありますね。いっぱいある。知ってるな。ここにあるのは月餅じゃない。あ、月餅知ってる。おっきいおっきい、ね、こんな大きいんだ。すみません、あのこちらはお菓子専門店なんですか？はい、そうですね。中国では点心が、大きく分けて甘点心と辛点心と2種類やってるんですけど、うちは甘点心の方専門店やってます。中華菓子を甘点心っていう形で、主にデザート系の甘いやつを甘点心で、餃子とかシューマイとかああいう塩味のものを辛点心。中華版スイーツ専門店という感じのこのお店で人気のメニューがこのごま団子。土日限定のメニューなんだそうです。熱々がいいんだよね。数種類ある中からココナッツ味をいただいちゃいました。いいじゃん。いいな、うん、すごいシャリシャリして、うん、ね、キラキラ輝いてるサインが初めて食べた。あほんとココナッツがほんとそのまま入ってるから、うん、なんていうんだ、噛み応えがある。ココナッツってこんな噛めるもんじゃないでしょって、うん、私ココナッツパウダーとか、うん、薄いやつしか食べたことなくて、食べ応えがシャリシャリ言っててね。その他にも中華菓子の定番月餅はこの店自慢の一品。秘伝の油が入っていてしっとり、そしてふわふわの中華カステラマーライコ、やみつきになる味でホールで丸ごと買いに来るお客さんも多いそうです。老舗の空気を感じるんですけれども、どれくらい開いてどれくらい経つんですか？お店はもうおじいちゃんの代から3代目で、私3代目でやってますけど、40年ぐらい中華街にまだこんないっぱいお店ができる前からやってます。一元さんは皆さんやっぱり本通り華やかですし行きたがりますけど、やっぱり裏通りの方がみんな一生懸命作ってるんで味は美味しいですよ。やっぱり通は裏ということで残念、全然なんか中華街にもまだまだ知らないお店がいっぱいありそうだよね。これからもね、どんどん新しいお店をいっぱい探していきましょうか、ね、では長田と藤田がお伝えしました。バイバイ。はい、このごま団子なんですけど、うん、他にも五目などこのお店オリジナルのメニューがいくつもあるんですね、うん、じゃあやっぱりもうここでしか食べてない味だ。はい、あいいなぁ、行こう行こう、みんなでやっぱり裏か。裏ですね。はぁ、やっぱりね、はい、表のやっぱこう店にみんな行きがちじゃない、観光客とか特に、うん、そうですね。それをあえて、はい、あえて裏です。県民コメンテーターの日田さんはいかがでしたでしょうか？はい、あ、僕本当に実はこの店大好きで、さっきあのなんていうの、マーライコって言ってたでしょ、うん、あれとね同じやつでね、タンカオってやつがあるんだけど、うん、マーライコよりちょっと 甘さ控えめで、うん、ラオチューに合うんですよ。あら、本当に冗談抜きで、お酒にも合っちゃう。そうそう、すごいです。他にも期間限定のメニューがあって、あ、そうなの？こちらに、はい、5月6月がちまきで、9月が中春月餅といってお月見用の月餅です、うん、1月2月が大根餅です。大根餅もいいね、はい、時期とか風習に合わせて作ってあるので。女子大生知らないやついたよ、なんか大根餅知らないの？お餅に大根が入ってるんですか？ん？お餅に大根が入ってるんですか？あ、いいね、どん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 なんかね、バカっぷりが問い合わせ先と地図になってます。こちらです。はい、こちらです。はい、10時半オープンで7時クローズになっています。でお電話番号がこちらです、21時クローズです。あ、21時クローズです。すみません。はい、はい、創業40年のジュラクさんのお菓子、皆さんもぜひ味わってみてはいかがでしょうか。長田さん、藤田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。